皆さんこんにちは、バンガローチャンネルのナクとカンカンです。はい、ということで今回はブースターパック第10弾巨源流国のねデッキを使って対戦したいと思います。やった。今回も3本勝負になっておりますので、はい、早速始めていきたいと思います。それでは行きましょう。最初はグーじゃんけんポイ、はい、ガー信じれなかった自分をはい、ということで手札交換まで終わりましたので、はい、始めていきたいと思います。はい、いきますよ。せーの、スタンドアップバンガード。ということで僕はメガコロニーです。燃焼怪人、燃焼怪人だって幼稚園みたい。わー燃焼怪人ワーレクタスです。はい、で僕は今回立ち数のミニマムカルノです。はい、じゃあいくよ。はい、そんなんだろう。今日ちなみに撮影日の、ね、七夕ということでね。お、なんで、はい、七夕といえば願いが叶えますからね。もしかして勝ったらなんかもらえる感じですか。それ誰が送れるんだろうねじゃあ勝ったら負けた方が何か全力で叶えることにする。おめえ3本勝負だから。わかりました、3本勝負勝った方が全力で叶えてくれるんですね。うわやばやばい、これ。じゃあそれで、はい、行きましょういいのかな。確かです、頑張ります。ドロー、うわいきなり重くなった。カットできない一旦作っちゃったライドプリズムバードにライドします、はい、ではミニマムカルノの効果で1枚ドローしてクイックシールドゲットします。ではプリズムバードの効果で、まあ、5枚見てグレード3があれば手札に加えます、はい、ではテラーテリジーノを公開します、はい、クイックシールド捨てます。クイックシールド捨てます、はいはい、ではこれでバートルに入ります、ね、8000でヴァンガードにアタック。ノーガード、はい、ドライブチェックいきます。はい、ノートリガーです。メガレックス、パワーヘブン。じゃあこれでターンエンドですね。今スタンドとドローいきますよ。はい、ライド捕獲怪人ピッキーボーラス。はい、当然カウンターブラストすることで山札を上げたら6枚見てダークフェイスを含むそれぞれ別名のカードを2枚まで公開して手札に加え4度シャッフルして 1、2、3、4、5、6、 6枚、はい。危ねえ、ギリだったぜ。おおつえ出すか。おいしっ、マシンドアンテス、はい、もういいか、バトル行くよ。9000バンガード、ここはノーガードでドローそれでもつえダメチェック、ノートリガー1万9000バンガード、まあここは2万ガード、はい、切ります。切ってよかったのかな。ワン終了だ。はい、保れます。スタンド&ドロー。じゃあここはメガレックスに対応します、はい、メガレックスをもう一回コールします。はい、まあ、これでバトル入ります。9000でヴァンガードにアタックします。いや、まだいく、5000ガード、はい。では9000でヴァンガードにアタックした時ディアガード1体取りますでワンドローします。はい、はい、9000です。ノーガード、はい、ダイブチェック、いけ、ドロートリガー、まあ1万ヴァンガードにいきます。ドロー、ああベルドロー、まあ、これでターンエンドです。はい、スタンドンド、ドロー、ライド、はい、イギル、ガバナー、ダークフェイス、グレゴーラ、ギフトもいます。知ってるんだよ、実はこれ2なんで。なるほど、ゴール、はい、スティッキーボーラス。じゃあこのままバトル入ります。はい、まずは9000バンガード、ここは5000ガード切ります。はい、次1万4000バンガード、1万4000はノーをガードします。1ダメージもらいます、うん、ダメージチェック、クリティカルトリガー1万はバンガードに振ります。ダークスローラーでバンガードにアタック、はい、アタックした時ディアガードを1体退却させることで、はい、山札からグレードさんの1枚を探しディアガードサークルにコールし山札をシャッフルする、はい、最強だよこいつは。いけ、寝る前です。はい、ですね、リアガサークルコールして、コールしたらそのターン中その人のポイントをパパス1枚します。はい、強毒怪人ヘルデマイズの登場し能力、相手のリアガ1枚選びレストし、あなたのリアガ1枚スタンドします。相手のリアガいないんでレストしないんですけどスタンド掛けします。はい、はい、次はね、で2万2000でバンガードです。まあここもノーガードです。ノーガードね、1枚フィールドオー結構迷いなかったわけですけど大丈夫ですか今の強気っすね。はい、え、うん、いいよ、ダメチェック、はい、なし、いいダメージもらいます。ダメージチェック、おい、あいつマジかよ、マジよ、はい、頑張ります。いいな、
あ、ド&ドロライド、テリュー、ガイアエンペラーにライドします。イマジナリーギフトアクセル2で1枚ドローします。このファイトさ、勝った方がさ、願い叶えてもらえるじゃん。そうですね、いや途端に負けられないやつ人気あったけどさ、はい、あ、このファイトって3本勝負ね、はい、でどうやって願いを決める。でもあんまりやばい、だってさ、もしかしたらさ、俺がさ100万円欲しいって書くかもしれないし、そうですね、実行不可能なのが来る可能性ありますから ね、 じゃあ願いをお互いに一戦ごとに願い1個ずつ変えてって、はい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 、3つ用意するよね、はい、で勝った方は自分の願いでもいいんだけど、相手が書いた願いでも選べるんですよ。そしたらさあー、なるほど、自分の首を絞める可能性が出てくると。そう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 、なるほどなるほど、それいいっすね。例えばだけど、ナックに100万円あげるとかはダメだ。その名称してはダメ。名称してすると俺が勝とうが負けようが絶対にそれでいけるから、それはなし。おいおい決めていい感じ で俺のターンだね。僕のターンですね。うまいな、取られるとこあったよ。では連帯流レジオドンをコールします。アクセスアップにコールします。お願いします。ありがとうございます。さらに今激走流ブルースプリント、激走流かこれ。ブルースプリントをコールします。さらにフェラーテリジーノをコールします。はい、さらにザンディロフをコールします。はい、ではザンディロフの効果でザンディロフをレストして、ティアガドイッターに武装ゲージを置きます。はい、ではレジオドンに武装ゲージを置きます。うん、でここでガイアエンペラーの効果で、まあ、武装ゲージが置かれているユニットの全てのパワープラス5000されます。相手のバーカードがグレード3以上なら5000の代わりに1万アップします。なので今武装ゲージが置かれたレジオドンは1万上がります。これでバートル入ります。2万4000ですね。ヴァンガードにアタックします。でアタックした時に1枚武装ゲージを置きます。じゃあブルースプリントに武装ゲージを置きます。で武装ゲージが置かれたので1万アップします。ではブルースプリントでアタックした時に、あ、武装ゲージを置くんで1万上がります。そうですね、ブテイラーテリジーノに武装ゲージを置いて1番アップさせます。はい、インターセプト、はい。テイラーテリジーノでアタックした時、他のリアガード1体退却させます。で1枚引いて、まあ、武装ゲージが置かれているユニットを退却させたら相手のリアガード1枚より退却させます。エルデマイズを退却させます。危ない、スティッキーボーラス無駄にするとこだった。いや早かったな。で、まあ、これさらにレジオドンの効果で稼働能力でリアガードサークルが退却された時、このユニットの武装ゲージから1枚までリアガードサークルにコールします。で、さらにそのユニットに山札の上から武装ゲージとして置くことができます。で、まあ、置きます。まあ、それでもまあ1万と1万5000上がるんで2万2000のリアガードですね。こういけるか、はい、これで乗って1万強いぜ。これで、ね、バックワードがバックはヒットしなくなったな。テリュガイアエンペラーでヴァンガードにアタックします。アタックした時にカウンターブラスト1枚払ってリアガード1枚退却させます。はい、そのバトル中このコストで退却させたユニットの元々のパワーを得ます。はい、でさらに相手のヴァンガードがグレード3以上ならクリティカルも得ます。はい、なんで1万2000とかちょうどいいのない。2万4000クリティカルにてヴァンガードにアタックします。はい、2巻で、うん、ツインドライブいきます。1枚目ノートリガー、はい、2枚目チェックノートリガーです。あれ、まあこれでターンエンドです。はい、はい、スタンド&ドローいるぜライドイビルガバナダークフェスグレードラー、はい、そしてギフト2、はい、そしてダークフェスグレードラーのスキル、はい、カウンターブラストを1することでクレイドルマーカーが置かれてない相手のリアガード2枚で選び、クレイドルマーカーを1つずつ置くという能力でございます。クレイドルマーカーが何って話なんですけども、クレイドルマーカーというのはですね、なんとこちら、はい、こういうね、外部カードでございますね。マーカーでございます。クレイドルマーカーが置かれたリットは元々の能力を失い、パワーが元々の能力分減り、インターセプトとブーストはできない。クレイドルマーカーが置かれたこのリットが退却した時ですね、はい、自分の山だからそのユニットと同じグレードを1枚まで探し、効果時点に加えて山札をシャッフルすると。はい、だからまあちょっと除去ではないんですけども、まあ、相手にこういうそのパワーとかのツインとカードを与えて、でそれを相手が邪魔だなってて退却したら自分は
あのデッキからユニット持ってくれると、まあこの眉でそのメガコロニーの改造人間にするのに、いや、ね、本当に悪の軍団って感じですね、はい、そしてダークフェイスビルドーナーはこのクリドマカを2枚のユニットにつけることができます。あーアークバードが怪人になっちゃう。アークバードワンチャンあるんだよね。いやそうなんですよね、グレードゼロを回収できますもんね。そうだけどまずはグレード1からザンデロだと、はい、ブルースプリントですか。ブルースプリントね。はい、ありがとうございます。はい、につきましたよと。はい、でも能力もパワーもなくなっちゃいました。威圧怪人ダークフェイスをコール。はい。なんかも強いんですね。登場時スキルがあるんですけども、まず今はつかないでおきます。そして戦慄怪人ネルニムフォア。はい。ちなみにこのネルニムフォアですね、あなたの番中クリトルマークが置かれてライトリエガードがいるので、コミットパーパス6000でございます。強い。1000がないでございます。とかこの時点で2万もあります。そしてさらに出すよ。まずは両団怪人モルシロロをコールします。でモルシロロのスキル、自身を退却させることでクレードルマークが置かれている相手のリアガードを1枚選んで退却させます。で、はい、自分の山札だからそのユニットと同じグレードを1枚までコールして山札をシャッフル、まあ同盟探知ですね。はい、対象は、ブルースプリント。はい、じゃあこれでグレード1が出てくるわけですね。そうで、まずモルシロロの効果で1回グレード1を出せます。なるほど。で、クレードルマーカーの効果でグレード1をデフェンに加えます。はい、グレード1をデフェンに加えるので完全ガードのグレード1をデフェンに加えます。入れてるんですね。どうでしょう、さすがに。で、この後にオフィサーの登場ディスキルします。はい、このユニットをレストすることであなたの他のリアガードを1枚まで選んで、選んだらそのユニットのパワーをプラス1万はいです。ダークフェイスを入れましょう。で、そのターン終了時、その1個を装備抜いてカウンターチャージ1、はい、です。まあ、いっか、これで。はい。バトルしましょう。はい。まずは、ここはね、2万か。2万バンガード。ここは守りうちに1番ガード切ります。ブルースプリント切ったわ。ここが、じゃあ、このまま、2万7000バンガード。2万7000。まあ、2万ガード切ります。で、ダークフェイスグレードオーダーでアタックした時に、はい、リアガードを1回退却させることで、自分の山札からグレードソン1枚まで探してリアガードサークルにコールします。はい、で、ヘルデマイス強い。そしてヘルデマイスの登場スキルでスタンドします。ダークフェイスがバタフライオフィサーと相性がいいですね。で、さらにですね、はい、あなたのカードの能力でこの人がリアガードから退却したときにネルニムファの能力が出ます。ストーリーバスすることで、はい、クレードルマーカーが置かれていない相手ユニットを1枚でクレードルマーカーを置きます。ということでアークバードにクレードルマーカーを置きます。で、でダークフェイスグレードルマーカーアップですね。はい、ここはノーガードですね。はい、で、なし、まあまあまあ、2枚目。はい、おれ、よし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 、ダメージチェックいきます。ダメージチェック、おっしよ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 し、いやでもな、まあ、でも違っています。こっちがまずは2万7000ワンガードスプリント切ります。あれ3枚目ですね。じゃあダークフェイスが今の段階2万7000効果使います。はい、またバスキャラルドで3万にするんですね。退却させるのはもちろん残業、はい、で残業が退却したので、クリトルマークのスキルでここで戻し力なんで、はい、で、はい、ブレイチだったんで5000上がって、で、今の3万2000ね、3万2000は、まあ、ここはノーガードします。はい、ダメチェックノートリガーです。おい、ではターン終了です。はい、バタフライオフィサーのスキルでダークフェイスが装備に入ります。はい、でカウンターチャージ1、無駄がね。倒れます。スタンダードドロー、ライドスティール、エンペラーにライドします。いいのかな、セルツ、はい、メチカフリュー、ディロホ、パイロスをコールします。手札から登場したとき、カウンターブラスト1することで1枚引いて、手札から1枚、リアガードサークルにコールします。いけ、レジオードンをコールします。そのユニットに山札の上から1枚、武装技術として置きます。はい、なので、1回ヤフラの効果で1枚上がります。今すぐにブルーマークを使います。まあ、テラーテリジーノをコールします。はい、うわぁ、あそこのアクセルサークル復活させたいけど、もうパワー押すなんだ。ちょっと、ほんとだ。
やったダサネートレックスをコールします。はい、登場時に1枚武装ゲージとしておきます。残念の方コールします。レストすることで1枚武装ゲージに置きます。バトルに入ります。はい、何気に1万5000あるアタックができるからね。そうですね、アークバードでヴァンガードにアタックします。いいね、2000ガード。はい、では1万9000でヴァンガードにアタックしたときに武装ゲージでおきます。よいしょ、ポイントさせるつもり。1万9000ですね。1万4000ね。こちら1万ガード。はい、いけ。テラーテレジーノでヴァンガードにアタックします。2万7000ですね。でアタックしたときに大却させます。え、まあどうしようかな。まあヘルデマイズを大却させます。ヘルデマイズか。まあワンドローします。で、さらにレジオドンの効果で、はい、こいつアークバードばっかり置いてる。はい、まあ1万5000のアタッカーなんで1万でしょ。あ、そっか、1万5000です。そう、2万7000ですね。27、ここ行ってやってましょう。はい、あ、トップダークイズだった。となるとアタックした時効果でカウンターブラスト1、1枚退却させます。で、コストで退却させたユニットのパワーを得ます。クリティカルも得ます。2万4000クリティカル2でヴァンガードにアタックします。ブルブルとしてあはすごいガチャガチャしてますけど、はい、はい、ここはさっき出てきたスイッチに使います。はい、では、スイートライブいきます。1枚目、ノートリガー、はい、2枚目、マジよし、流れ変わった。しょうがない、1万5000でヴァンガードにアタックします。バタフライオプションガード、はい、では1万7000のめっちゃパワーでしょ。めっちゃパワーですね。クリッチだよ。クリッチです。ノーマルです。クタヘッドです。届かね。サンドドロー。ダークフェイスグレドーラのスキル、はい、カウンターブラストをすることでやめてラサレイトレックス、あーそれからなんちゃらパイロ、なんだっけ、あ、ディロフォパイロスですこれ。ディロフォパイロス。はい、コール溶卵怪人モルシロロ退却。対象はラサレイトレックス。やばい、俺の恐竜たちが。ラサレイトレックス、あ、ラサレイトレックスか。こっちか。どんどん怪人にされていく。そしてクレードルマーカーはがついてるラサレイトレックスは退却時の能力は使えない。クリアルビューズコール、はい、そしてこれはもちろんスプラスティーツァーです。1枚する、はい、ことでクレードルマーカーをアークバードにつけるかな。アークバードにつけるぜ。アークバードに分かりました。残念なこれじゃなくていいですか。いいね。はい、それはグレード3を捨てればつけれるんですよね。そう、グレード3を捨てる時だけつけられます。あんまりしたくなかったんですけど、シャーナシェルアクセスしてました。コールスティッキーボーナス、はい、登場時カウンターブラスト1することで山札だから6枚見てダークフェイスを含む1、2、3、4。別名のカード2枚まで探し、あるかなあ。ったぜ、ラスティッキーボーナス。つえいや、すまんね。じゃあ、はい、せっかく来たんでコールしましょう。はい、ダークフェイスの登場時能力どうしようかな。ザンギロフォー許してくれるはずだったのに、はい、登場手札を1枚することで、クレードルマーカーが置かれてないテンプレアが1枚なんでクレードルマーカーを1つことができます。わあ、みんなクレードルに点詰めだからここからアタックしよう。ステッキボーラスでバンガードにアタックします。アタックした時ソウルバース一致することでクレードルマーカーが置かれている相手のリアガード1枚につきそのバトル中ポイントのパワーラス6000、1、2、3、4なんで7万4000上がります。そのバトル中だ、ね、なんで、2万9000合計なんで3万8000ですね。で、バンガードにアタックするんですけども、はい、ポイントのパワーが2万以上ならワンドロー。そんだけパワーがあってワンドローもするのか。いや、マジで強いそうか。いや、チャンスはここしかない。ダメージ受けます。ダメチェック。何？嘘じゃん。
強い。めちゃめちゃ連撃してやろうと思ったのに2回目のだってしょうがないじゃないかですよ。はい、ということで、はい、メガコロニーの勝ち。はい、負けちゃったよ。やばいよ。普通に勝ったな今。ということで、僕が今回使ったデッキ形式はこちらですね。はい、実はリトルドルカスを積んでなくて。ほう、すごいっすね、それは結構。いや、なんかね、結構ね、グレード1でクレードルマーク与えるカードが多くって、まあでもバタフライオフィサーと好みかな。なんかここはもう自由でもカウンターチャージしたいから俺はこの上積んじゃった。あとはグレードさんもね、結構ね、引きたくないんだよね、そんなに。カード能力ボーラス、まあ、スティキボーラスとか、あとはなんだっけ、グレードーラもグレード3しか出せませんもんね。そう、あとマシニングバンティスとかの効果で引くから、あんまり引きたくないなっていうところで。ただ1ターン目最初のダークフェイスグレードーラを引くのには実は結構スティッキーボーラスって大事で、そこがね、なんかせめぎ合いだね。どっちを取るかだね。これは結構なんか走るように構築してあります。まあ何せよね、新しいこのクリルマーカーというものが非常にやりがいがあるというか、研究しがいあるというカードだと思いますので、皆さんぜひ自分の構築を見つけてみてください。はい、では今回僕が使った立ち数のデッキはこちらになってます。まあ、今回のガイアエンペラーはいかに武装ゲージをつけるか、枚数じゃなくていかにつけるかを目標にしているデッキになってます。うん、まあ、僕はまあザンディロホとか、まあ、あとは1枚でも置けるように、まあ、ラサレトリックスとかも確実に1枚はつけれるんで、まあ、入れたりはしてますね。で、まあ、今回足回りとかも武装ゲージから出てきて、さらにまた武装ゲージを置くっていう感じで、まあ、永続的にまあ1万は安定してあげれるよっていうコンセプトになってますね。ちょっと今回なんか入り悪かったよね。そうなんです。本当は武装ゲージからできたら1万アップするとかの効果もあるんですけど、ね、まあ、ちょっと今回アークバードがちょっと出しゃばったかなって感じですね。まあでもアークバードでも1万5000でアタックできるんで、いい風にやった。ちょっと笑っちゃいますね。パワー低いともちゃんとアタックされるのは偉いね。まあっていう感じなんで、皆さんぜひぜひ組んでみてください。で、短冊タイムですよ。何か、でも俺まだ1回勝っただけだからな。一応ルールを決めました。お願いします。ルール3つかな。はい、1つ目、1戦ごとに1枚カード。はい、はい、まあ、今回は先に途中で決まったんで、いやー突発でしたね。で、書きます。で、ルール2、はい、3周的に勝った方が、得られます1枚。でも6枚の中から得られます。これはだからあんまりひどいの書きすぎるとうっかり。で、ルール3。でもそうは言っても、そしたら自分がね やりたいのやつ1個だけ書いて、あとカスみたいな狙い2つ書けばいいだけなんで、それだと面白くないんで、選ぶときは裏返してランダムで選びましょう。わかりました。だからその自分の願いが叶うかどうかすらわからない。っていうかさ、普通こういうのって七夕に上がるんだよね、こういう動画だと。俺ら七夕に撮ってるんだよね、これ多分見てる人ハテナですよ。今さらみたいな。旧暦の七夕すら過ぎてるんだけど、まあまあ、漫画のチャンネルクオリティっていうことで。はい、まあ、じゃあお互い書いてみましょう。はい、ではどっちから出す。じゃあ僕から敗者から出すっていうのか。勝者から出します。どちらでもいいです俺は。じゃあ先に僕の願いから、ドコマンに出させてください。ドコマンに出たいの。出たいっす。俺が選んだのはこれだ。はい、動画撮影の日、語尾変更。おぉー日だったのは、その日知ら、全然知らない語尾で喋ることになる。丸一日ってことですよね。うん、やべえよそれ。いや、これやばいっすよ、お互い。おはようございますから始まるってやばいっすよ。なんとか大丈夫。ちょっと来てもらってもいいかな。なりそう。みんなに心配されちゃう、そんなの。さん、そんなことないでしょ。やばい。おい、これな、そっちから全然ですか。俺の、いやいや、なんでそんなことにしたんすか。いや、いいんだ、勝つから関係ない。勝つから関係ないな。ということで、次回以降の動画もお楽しみに。バイバイ。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。